あ、元気そう、みんな。インターネットに接続されてません。パソコンで流すわ。夕食なう。あ、何食べたの？え、Wi-Fi がね、つなが、いや、さっき Wi-Fi の機械を倒しちゃったんです、間違って。でも、パソコンの Wi-Fi はつながってるんで、テレビのね、YouTube はね、つかないみたい。さ、みんな元気だったか？私は元気です。今日元気でしょ、私。今日元気でしょっていうか、今日、初めての、初体験してきたの。男の人はあんまりやったことないかな。美容系なんだけど、初体験してきた。おでこじゃない、おでこじゃなくて。男の人は分かんないかな。美容系の初体験してきました。だから今すっごいスッキリ。ケミカルピーリング？違います。ピーリング系じゃないね。ヨモギ虫ってわかる？岩盤浴近い。でもヨモギ虫って、なんか体の中の毒素を出すやつなんですけど、韓国で流行ってんのかな？ヨモギ虫ってなんか壺みたいなところに裸になって入るんですよ。で、サウナスーツみたいなの着て、そこに体育座りしながら30分、40分、そう、ずーっと待ってるんですけど、毒素がね、出るの。私すごかった。だから、食品添加物とか取ってたり、小麦とか蓄積されたものが出るの。不思議と。すごいよね。え、そう、デトックスです。だからなんか、初めてやったんですよ、デトックス系。めちゃくちゃいいです。インスタストーリー上げてたやつ。はい、そうそうそう。え、男性ってそうだね。男性でヨモギ虫やってる人あんまり聞いたことないけど、女性は多いかもしれない。いや、すっごいおすすめする。なんか油とかね、出るんです。食品添加物が出るは嘘くさいな。でも何かしらは出てるの。今日だからリラックスで。で、今からこれ洗顔やるんだ。洗い流す洗顔もらった。軽く水分を拭き取ったお肌にご使用ください。顔パサパサだ今。いやー、気持ちかったな。汗だくになるんですか？汗だくになります。私結構サウナとかもたまに行ったりするんですけど、低温サウナ入ってるみたいな感じ。でも、サウナスーツみたいな、何？雨よけスーツみたいなの着るから、それ羽織りながらやるから、すごく汗かきます。低温で。まあ暑いけどね。気持ちかった。
キカちゃん美容今まで何もやってこなかったのってさ言われていろいろおすすめされたのね。配布とか痛くない配布そこのお店やってて平日ってちゃんと美容やろうと思った。これアイライン流さないパックね。だから私の今体の中にはあの毒素が一切ないので気持ちいいです。今日は中節の名月、何中の秋の中の秋、まあみんななんか楽しんでるね。ウォーキングで汗かくのとは違う感じ。うん、なんか終わった後サウナ入って終わった後みたいな感じ。なんて言うんだろう、なんて言うんだろうね、難しいね。あ、今日は中秋の名月なんだって。満月だ。だからあした朝っぱらからバーベキューやるんだ、いいでしょうって来てます。うわいいな、羨ましい。まだまだ夏満喫してますね。さあ、ギフトありがとうございます。かっこツーさん、ソフィラさん、ターボーさん、ロンゲさん、伊達結び丸さん、ありがとうございます。私も一人キャンプ行ってみたいんですよ。バーベキューって聞いたから今出てきたけど、一人キャンプってでも危ないって言うよね。そんな危ないもんなのかな。一人キャンプ配信をずっとやりたいと思ってて、じゃあみんなで一人キャンプ行きますか。え、いいいい、最高。え、みんなでって、みんな行きたい。大変ですよって来てるよ、一人キャンプボディーカード。でもなんかやっぱりその一人で来るキャンパーさんもさ、まあ男性の方はね何があっても大丈夫っていうわけじゃないけどさ、女性の方でさ、女性の YouTube のソロキャンパーの人とかのさ YouTube たまに見るけどさ、まあみんな楽しそうにやってるじゃないですか。でもネットで一人でも大丈夫女子キャンプって検索すると危険っていうのが出てくるから、なんかそこがちょっと怖いな。キャンプ配信ね全然したい。一人キャンプで山岳救助を呼んだ人がいたらしい。水足りなくて不安だったから。え、流行ってるからそれを狙ってる犯罪者がいるんだよ。車内泊はエコノミークラス症候群に注意。なんだかんだ人間が一番怖い。キャンプ飛ばしてサバイバルしよう。やりたい、サバイバル。でもそう、だからね、キャンプは危ないんですって。まあでも配信しながらとかさ、危ないって分かってるけど、寝るときもさ、これ配信をさ、全部さ、ずっとさ、動画にしてればさ、みんながだ、例えばずっと、私が寝てる間さ、外動画撮ってるやつさ、見てればさ、道具撮られたときもさ、もう残るじゃん、動画で。いいよね。山、いるとかなんで、ほんと気をつけないとね、らしいですね。怖い怖い。さあ、今日私はだから美容デーです。今日、久々に事務所に行ったら、みんなからいただいたお便りじゃない。なんかファンレターとか届いてたやつ取りに行ったんで、いろいろ見てるんですけど、この間バースデーがあったので、その時毎年ファンの方から寄せ集め、あ、日本語違うね、ごめん。寄せ集めでコメントもらったんです。寄せ集めじゃないよね。わかってるんだけど。なんだっけ。寄せ集めでコメント。
ほら、ありがとうございます。今見てます。あ、寄せ書きだ、寄せ書き。ありがとう。毎年なんだかんだデビューしてからお誕生日の時、みんなからの寄せ書きもらってます。ありがとうございます。すごいよね、こういうの。あ、今回はオンラインでやったのかな？いつも、まあいつもっていうか、なんかみんなの多分現地で誰かが手書きのやつで、手書きで、みんなの手書きで一枚一枚ポスターカードみたいなのでもらってたんですけど、今回はやっぱりツイッターとかから募集したのかな、これ。すごいね。今年は物理的な印刷にしたやつだ。すごい、ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。いただきました。お家に、お家に、茨城のお家に飾らせていただきます。見た後こんなん、誰だろう、描いたのかな、イラストレーターとかで。すごくない？これいつの私？こういうアニメありそう、こういうアニメありそうじゃない？なんかいたやつだよね、これね。すげえかわいいってきてる。誰だろうこれ。2月のライブ衣装ですね。あ、そうだ、2月の時のライブ衣装だ。おー、すごいね、覚えてるんだって。全然わかんなかった。うまーい。こういうの何で描くの？イラストレーター、いられ？すごいね。あと毎年あの関西のファンの方がさんまさんにいつもこうやってお願いしてくれて、こういうのを書いてます、書いてます、書いてくれてます。ありがとうございます、ありがとうございます。ね、毎年もいただくんですけども、だいぶ会えなかった期間が多かった、長かったので、コロナ禍になって、で一気にいただきました。ありがとうございます。明石のポチさんですね。2020年からたまりにたまったさんまさんからのお誕生日お祝い色紙を送付させていただきます。28歳29歳10周年記念、30歳の4枚分ありますので。ありがとう。額を送ろうかって来てる。大丈夫よ。うちあの挟むパターンだから、実家の天井に挟んでんの。挟むって言い方あれだけど、さんまさんのサインいいなって。ねえ、嬉しい。カフォありがとう。ファンの方にお願いして書いていただきました。嬉しいですね、ありがとうございます。さあ、ギフト、ロンゲさん、ターボーさん、むすびまるさん、みんみはおさん、だてぶすみまるさん、いただいてます。ありがとうございます。こんな感じで、持って帰ってくんの？いつも私バッグがさ、小さいまま行くからさ、今日なんてそのよもぎ虫近かったからさ、事務所からちっちゃいバッグで行ったら全然もう破けそうだった。ありがとう、みんなたくさんいただきさせていただきます。来年とか思ったらもう9月なので、8ヶ月後には31歳。あ、早い、嬉しい。てか開封遅くねってきてる。そう、ずっと取りに行けてなくて、ずっと放置したままになっちゃってたんです、私が。
ありがとうございます。あだだだだだだ、はい、またおむすやつ、またって読んじゃった、これ。そう、よもぎ蒸しね、今日やってきたやつは蒸すやつです。ハマりそう。でも調べたらよもぎ蒸しセットっていうの売ってんの。果たして家でやるかな、よもぎ蒸しセットみたいなの売ってたけどさ、ネットでやらなさそうだよね。定期配信以外だとかなり久しぶりのショールーム。そうなんです、すいません。普通にネタがあるときにやろうと思ってたら、一日が過ぎるのすっごく早くて、あっという間に、もう9月です。何もハプニングも起きないまま9月が、9月になってしまいました。みんな最近ハプニングありました？ハプニングっていうか、環境が変わることもなかったし、のほほんな平凡な毎日送ってました。ショールームやれよって話ですけどね、暇なら。夏はアイドル忙しい期間だし、私全然働けなかったです、夏。びっくりするぐらい。尿酸値高いプラス高血圧と診断されて医者に通う羽目に。うわ、大変。薬飲まないといけないやつだね。もう大晦日だな。まあ、全然まだ先ですけど。3日間限定のお月見ランキング開催中。現在74位。あれ、これなんか、月見バーガーとかもらえるやつ？だったらやりたい。なんだろう、このショールームのさ、分かる人いる？お月見ランキングだって。あ、これか、ギフトか。ギフトのやつだ。月見バーガーとかもらえるんじゃない？これ。下手したら。何のやつだろう。なんで？何これ？わかる人いますか？私今 YouTube 開いちゃったから。あ、おー、いっぱい。ミンミャンさん、伊達結び丸さん、クマちゃんを、クマのやつ、ハピニーさんいただいてます。ありがとうございます。気になる。さあ、初見さん、こんばんみ、ありがとうございます。なんだろうね、この分かる人いますか？あ、消えちゃった、上のやつ。圏外になったかな、私。100位以下になったかも、もしかしたら。すごいよね。なんか いろんなイベントとかもあるじゃないですか。すごいよ。さあ、コッシーさんからギフトいただいてます。ありがとうございます。おむつ替えてた。今からミルク。あら。そう、赤ちゃん、生まれた方が、ファンの方が。
なんか今日月見か。昨日一緒にお仕事してたあの関係者の方たちと、お世話になったお仕事先の方たちのお店に行って、できたてのラーメン屋さんみたいな、買い取ってみたいなところに行ったんですよ、ラーメンを食べに。そしたらそこが結構なずなじゃなくて、緑のお信仰みたいな、セスナじゃなくて、緑のお信仰で有名ななずなっぽいやつ。なんだっけな、最近人と喋ってないから全然言葉が出てこない。おひたしじゃなくて、おしんこって言えば、セロリか、もう一個。あ、野沢菜だ。そうそうそう。野沢菜がかかったラーメンが有名なお店に行ったんですよ。で、いろいろお通しとかいろいろ副菜みたいな、前菜みたいなのも食べてた時に、結構辛くて、辛い作りになってたんです。で、まあみんなラーメン食べてる人たち、常連の人たちでもゲホゲホするぐらい、ちょっと辛い。で、私その辛いっていうのを聞く前に、思いっきりそれ食べた時に、喉の気管のこの辺に詰まっちゃったのかな、辛いやつが何かが。で、すっごいゲホゲホして、人ってさ、すごいよね、なんかゲホゲホをずっとしてたらさ、それを出そうっていう免疫みたいな体の仕組みでさ、なんか膜が張ってくるじゃないですか。なんかだからコロナの初期段階みたいな感じ、喉に膜が張って息するたびにゲホゲホしちゃうやつ、あの感じになって、どんどんなんかちょっと血の味もしてくるし、あとちょっとなんか嘔吐しちゃった時の味にもしてくるし、ですっごい気持ち悪かったっていうの話、単純に。だから昨日美味しいラーメンとか美味しいご飯をいっぱい食べてやろうって思ったんですけど、思いのほかそれがお店着いてすぐにあったから全然食べれなかった。高菜ラーメンかな、あ、そう、高菜ラーメンかな、この築地の方にあるやつです、お店。時間がね、結構おかしくなった。あ、人ってこんな咳して、まあでもそう関係ないのかな。昨日はね、とか特殊だったんです。そのなんかハプニングが起きてから食欲なくなっちゃって、で、胃もたれみたいな感じになっちゃったんですよ。胃もたれじゃないな、なんかお腹空いてるのに、絶対何も食べてないで行ったから、でもなんか胃には何かが詰まってるみたいな感じで、全然食べれなかった。だから胃薬飲んでちょっと落ち着いたんですけど、高菜って辛いんだ。高菜かな、もう野沢菜、あ、高菜だ、辛いやつ、そうだ。九州のラーメンには高菜が入るものがある。へぇー。あんま高菜ラーメンって食べたことないから。でも高菜って辛いね。私、野沢菜だと思ってた。すごい野沢菜は好きなんで、あの野菜。キック、辛いのダメでしたっけって。あ、ま、嫌いではないです。ダメではないかも。え、ツイッターに上がってたのは、カラスミパスタ？ウニパスタ？あ、そう、この間行ったご飯屋さん。見える？これ、ツイッターにアップしたやつなんですけど、そう、これすごい、意味もなくアップしたんですけど、何パスタとはつけずに、普通にアップした時に、
これはモンブランですかっていう人もいたり、それこそね、カラスミパスタで言ってた人もいたり、これカラスミパスタだと思う。カラスミパスタじゃなくてカラスミそば、美味しかった。カラスミって美味しいね。カラスミそばかな。おそばです、これは。ヘルシー。イカそうめんかと思った。あ、イカそうめん美味しいよね。きなこそばだと思った。お汁は、お汁ないです。このまま、すすって食べるやつです。おしゃれだよね。おしゃれっていうか、あんまり食べたことないかも、私も。カラスミっていうのはボランの卵なんだって。最近食べ物の写真しかアップしてない。食べ物の写真しかアップしてない。悔しい。それぐらい食べちゃってるってことかな。カラスミ食べたことないなぁ。カラスミって、まあでも食べないよね。でもなんか、いただき物で前もらったことがあるかも。箱に入ったカラスミとかさ。普段慣れないもの食べるの美味しいよね、そりゃ。まあでもカラスミ大好きだよって。高級珍味なんだって、カラスミって。もうカラスミ大好きな人いるじゃん。美味しい。なんかお酒飲むならって感じ。お取り寄せしてるぐらいカラスミ好きなんだって。へえ、すごい。2だね。ロシア原産の珍味系はいろいろとお高いんだって、今。ね、大変だもんね、それ。ほんとでも、ね、今最近いろんな犯罪も増えてるから、この間も、やっぱり親は心配なんだろうね、東京で一人でさ、自分の娘がさ、いるっていうのでさ、今こういう状況下でさ、いろんな事件が起きてて、まあ、刃物系のものが多いじゃないですか、最近。で、この間、たまたまランニングしてた時に夜、親から電話かかってきて、別件で。だからすごい心配されました。明るいところで人が多いところで走りなさいって言われました。そうだよね。怖いよ。電車とか。電車でもし、そういう事件が起きちゃうことももちろんあるじゃないですか、最近。どこが一番安全なんだろう、電車って。だから私はだから最近電車乗るときは、電車乗るときって大体みんな携帯見て、イヤホンして、YouTube 見たりすることの人も、まあ本読んでる人も、新聞読んでる人もいると思うけど、大体今の人 YouTube 見てません？私もそうだけど、イヤホンして音楽聴いたりとか。だから最近電車乗るときは、イヤホンは外すようにしてます。何があってもいいように。でも電車ってどこが安全なんだろう。1両目から、まあ、7両目、8両目ぐらいまであって。電車は最後部が安全なんだって。車掌が見ているから。へぇー。最後部。最前と、最前はいないのか。最後部。電車でうたた寝ができなくなりました。唐辛子スプレーが音がするやつ持ち歩いたらだって。あ、そんなのあるの？私もその辺の小学生みたいに引っ張ったら、ギギギギギって音が鳴るやつ買おうかな。
ね、怖いよね。ソロキャンプなんかもっとダメだよって。ねえ、やりたい、ソロキャンプ。キャンプ行きたいな、一人キャンプ。だ、一人キャンプ配信やりたいんですよ。で、私今、ポップアップテントみたいな、普通のテントよりはちょっと安めのテントなんで、吹っ飛ばされないからそれだけ心配なんですよね。それは持ち運びが楽なんで、ね、いくらでも移動できちゃうんですけど、一回それでやってみようかな。ポップアップテントってわかります？それでキャンプしてる人いるかな？なんか、海辺で親子連れがその日限り開くテントみたいな感じ。一回やりたい。あ、それは無理だってきてる。ちゃんとしたやつ買わないとダメか。ソロ用でも。誰か大人がいればいいのかな？まあ、私も大人だけどさ。雨風しのげれば何でもええよって。あ、来週やっちゃおっかな？キャンプ。どう思います？皆さん。誰か大人引っ張りたいね。でもほら、今、マネージャーさん陣、忙しいからさ、社長も含め、私たちの事務所の社員さん。ペグで打ち込むタイプじゃないと飛ばされます。あ、四つ角をね、釘で打つんですけど、杭で。24時間管理人がいるとこじゃないと危ないよって。そう、今ね、天気も危ういんで、また台風も来てたりとかするから。台風近づいてるからね。でも事務所の子誘って行ってみようかな。テントあるけど。でも、ちゃんとソロのやつ買えばいいのか。ソロキャンパーのやつ買って、まあ、とりあえず実家の庭でやれって。そうね。わ、あり。ちゃんと自分で一人で組み立てて、一人でご飯作って、一人で最後しまって帰るっていうところを、本当にキャンパーみたいなことしてみたいんですよ。女性陣のみでなく男性陣も含んだ方が安全です。誰がいるかい。中川家の庭なら安全そう。あ、そう。うちの事務所のアイドルのメンバーに、ボンボンがいるんですよ。すっごい豪邸で、お庭も広くて。私も行ったことないんですけど、インスタとかではよく見てて。そうだ、そこの庭でやればいいんだ。あ、連絡してみよう。あ、いいですね。あ、やりたい。来週ちょっと、ね、台風次第ですが、ちょっと検討してみよう。楽しみ、そんな配信できたら。ずーっと、夜まで配信できるわ。一人で。まあ、途中で飽きそうだけど。さあ、ギフト、しゅんさん、コッシーさんいただいてます。ありがとうございます。そんな感じ。私は今日、初のよもぎ蒸しっていうのを体験してきたので、すごい気分がいいです。もう、みんなに勧めたい美容第一。男性陣ちょっと暑いかな。女性陣特にかな。いろんな匂いで効果が分かれる。私は、リラックスとダイエットっていうので匂い決められなくて、結果的に直感で選んだやつがダイエットの匂いだったんで、ダイエットしろってことだと思うんですけど。そろそろ時期的には怪談シーズンじゃないって。やりたいね。みんなから寄せ集めた怖い話シリーズ。そろそろそんな時期だ。
お月見ランキング開催中、現在59位。ありがとうございます。もう終わっちゃうけど。59位に上がったね。ありがとう。さあ、みんな、また配信するときお知らせします。さよなら。みんな、おやすみなさい。明日は土曜日だ、週末だ。また配信します。週末。さあ、ギフトハピニーさん、ありがとうございます。切ります。ありがとう、みんな。ギフトくださった皆様、ありがとうございます。今日はゆっくり寝れそう。おやすみ。切ります。